エマヌエルクリオは、アルゼンチンブエノスアイレス州出身のサッカー選手。CFR クルジュ所属。ポジションは MF。カブリーグの CSD フランドリアからデビューし、名門 CA インデペンディエンティアラ新クラブに在籍したが、両クラブではほとんど出場機会がなかった。2007年初頭、チリのデポルテスラセレナに移籍して19試合に出場した。 2007年夏には、外国人を多数獲得して、急速に、チーム強化を進めるルーマニアリーガ1の、CFR クルジュに移籍し、フィジカル面やピッチ上での働きを買われて、レギュラーとなった。2007から08シーズンには、ヨアン・アンドネ監督の下でクラブ初のリーグ優勝を、果たし、クパロムニエとの2冠を達成した。2008から09シーズンには、 UEFA チャンピオンズリーグに出場し、2008年9月16日、グループリーグ第一戦のエース、ローマ戦での先制点は、CFR クルジュが、同大会で挙げた記念すべき初得点であった。クリオはこの試合で2得点にし、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。第2戦のチェルシー FC でも引き分け、CFR クルジュは6試合で勝ち点4を獲得して、大会を去った。 CFR クルジュのファンはクリオをドラキュラになぞらえ、ドラクリオという愛称で呼んだ。同シーズンには、クタロムニエーデに連覇し、2009から10シーズンには、国内リーグ、国内カップ、国内スーパーカップの3冠を達成した。2010から11シーズン途中には、UEFA チャンピオンズリーグの FC、バーゼル戦での失態が原因で、ソリンカルツ監督が解任され、 リーグ戦では18チーム中10位と、凡庸な成績に終わった。2011年1月6日、スユペルリグのガラタサライエスケート3年半契約を結んだ。移籍金は200万ユーロ。2010から11シーズン後半戦は、プレーの質の高さとプロ意識の高さで、多くのファンに好かれた。2011年8月5日、オールドスポルにレンタル移籍した。 ありがとうございます。